マサシ選手初のマイスマ決勝戦進出なるか。やはり主人公は強いのか。空前空中へ、まあ、下り空へ画量転生、これが強いですが、ニュートラル B 外れて、もう少しダメージが、ね、ないと画量転生キックにならないですかね。あ、しっかりと先行下 B 読めています。くじめ横 B 暴れに持続、受け身に対して使い方が大胆、空車空車空車押し付け続ける。この動く時とディフェンスする時の差がすごいキレッキレですよね、フィスタ選手ね。行くってなったらもうずーっと攻めてますよね。で、大事なところは粘るんですよね。この緩急の付き方すごいですよね。自然にやってるとは思うんですが、やっぱり、おー、うまいやつだ、ダッシュに空下撃墜。暴れはして見ている。空前ダッシュアタック、ダメージレースはシュルクが一歩リード。ヒスタ選手が 42%、 マサシ選手 74%。 空上対空から、さあこの台の上、下り空上画量転生というコンボもあります。さあここは時間をかけて戻るか、強化に対してニュートラルに刺さった撃墜。ターン継続が、おほほ、そこで B 賞、しかしここは掴みで崩して 62%。 空前メテオ撃墜。父空前強ギリ、どうする、下スマ灼熱、さあここはしっかりとダメージを稼いでいく。 104%、 ただこの粘り強さがありますが、110%、ここは空母大丈夫。硬い足も竜になっています。いや、この硬さをどう崩す、ジャストガード昇竜外れ、クレームハザード、いい判断でした。台の上、クエルから空中しろ、空中め、さあマサ選手あるのか、競技から空前、さあ飛び込んでくる、掴んで、クエル空後画量転生もあるぞ、破攻撃そのバーガーで合わせて、さあこの、あー、ビチーズ、さあ台を絡めて着地狩り、空中しろが通る、危ないところ帰ってきますが、まだ、さあここは横スマッシュを食べている、危ないところでしたが、ダッシュ攻撃とったのはまさしでした。空中しろを通して、ここはジャンプがないところはやはりメテオ、この側に転がってしっかりとやり過ごせ、回転切りがちょっと怖いんですよね、今みたいに近距離少しでもガードされてしまうとガーキャンウェビーがあると、移動回避で距離を伸ばさるぞ、出ないがギリギリ、ジャンプがなかったので危なかったですが、ここはなんとか耐えます。マサシ選手腹筋も噛みかかっている。さあリード選手どこかで崩したいですね。おお、2段目読んではいましたが、重たいクラウド生きてる。ウェビー爆弾、これは当たった角度が出るが、ちょっと復帰させできない、口前スライディングで抜ける。さあリード選手少し噛み合わない部分がある。うわー、空中画量いやという判断、この代わりに今反転ウェビーしてね、外に飛ばして一緒に撃墜を狙いましたね。今のちょっと面白かったですね。当たりはしませんでしたが、今のアドリブはかなり面白かったと思います。封印したから、ただこのストック並んだことで追いついている。あはっ、くそーあっ、間に合わない。グラップからフリップ、しかし着地に横気を合わせて踏みつけから浮いたところ、着地できるか、下スマッシュ、あっと反対かぶってましたからね、ちょっと判断難しかった。崖、空前、フリップの無敵で抜けます。グラップでダウンさせた展開から下スマッシュ、もしくは上 B みたいなのを狙ってるんでしょうかね、伊庭選手。横 B、崖、ここは下スマッシュを狙うか、ジャンプ上がり空母狙ってきますね。しかし正西選手紙一人でかわします。空中しろ、上 B をかわしたか、あーりゃダウンに対してしっかり技を重ねる。あ、この相手のディフェンスコートを読むのがうまい白雪選手ですが、しかしうまく崖離し食う上でラインを入れ替える。リミットが溜まってるマサシクラウド、食うを強距離弱、さあこれの後スキルどう取る、うー、ガリオテンス撃墜。バンジョー&カズーイ、そしてマサシ選手はクラウド、ま
イスマン通算3度の優勝、そしてチャンピオンシリーズでも優勝を飾っておりますトリグリ選手、最近絶好調。しかし次口前から空気に口前着地、空中へ様子見をしているところしっかりと反応してくる。エルウィンドウが刺さる嫌な位置、うまい急降下使わず最終弾着がその場回避から掴みでライン入れ替え口前うえっ迷ってやはり良さが出ます。思い切った上スマッシュ、まあ、この打ち切れる力っていうのもねフォックス使ってると大事になります。どうしてもリスクをね背負った撃墜策がある、まあ、となってしまうフォックスの上スマッシュ。まあ、空母もね結構その崖橋でなければ当てにくいというところ、いえば撃墜策が少ないっていうのがねフォックスの難しいところですが、ここを見事の見解なので間違ってる可能性はあるんですけど、結構ライト選手とカニナベ選手の方は似ている印象はありますね。ただあっとおこう当てにきた、リフレクターの吹き飛しも狙いましたが面白い、まあ、ただカニナベ選手の方が差し合いをそのなんていうか丁寧にかっていうよりかは押し付けてミスったところ取り、いい空中前でしたね。ストックは日競技から空中前ダッシュアタック、リミットは溜まっています。これはウィヒタツ、あーうまうまー。さあリーチ差をご利用していけるかまさしクラウド、中に入って一発決めていきたい出番が勝つや、ここで空上の さあストックは3-3、うーん追いかけてくる、まあ、ケバンガ選手撃墜に対しての意欲が凄まじいものがある。さあ正志選手は当然ながら拒否できるか、来ないお見事。ここは京切り、こちら京切り、どうする上ヌガッシュアタック上 B 下京、ここは外れて横京、いや横京で返していく 93% モモン選手、いやこのフクトシ本当にでもまたしてされないすごいですよね。さあモモン選手はどこから通したいですよ、フクトシ 93% 107% うーなるほどです。で試合進めていく強切り1段目以降通した後 TA に対してクライムハザードでガーキャン、時間を使いました前田君が掴みを絡まったところに空中前が飛んでくる、判定出し切って横京村と町が怖かった、ガッツオナバー上がりにリミットクライムハザードで撃破